エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は初めてトライストリンガーを使う時におすすめしたいギアの紹介となります。トライストリンガーを使おうとした時、どんなギアを皆さんはつけていますか？僕自身は長所を伸ばすことを基本的に意識してギアをつけるようにしています。ですが他の人を見てみるとかなり違いがあるんですよね。そこで今回はトライストリンガーを初めて使う人に向けてつけるといいギアを紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは初心者用のギアセットを紹介していきたいと思います。こちらのギアに関しては実際に初心者の頃に使用していたギアですね。今出てる画面になります。ではメインギアから解説をしていきたいなと思います。まずイカ速についてですが、これは単純に機動力を上げるためとなります。トライストリンガーを始めた頃というのは、そもそも前に出るタイミングや逃げることについては慣れていないというのがあると思います。前衛と違って生存しながら移動をしないといけないため、イカ移動があると少し出遅れたとしても移動のカバーができるというわけですね。また敵前衛がイカ速を1つ以上つけている可能性が高いので、敵から逃げる上でも1つ以上つけていると逃げやすくなります。これはイカ速度アップの伸び幅が違うためですね。中量級の弓に関してはイカ速を1つつけるだけで軽量級の武器がイカ速を1つつけているのと変わらないぐらいの速さになります。これに関しては軽量級の方がちょっと速いですけどね。ただ差が減ります。ちょっとしたことなんですが、これだけで追いかけられたとしても逃げ切れる可能性が上がるため、つけておくことを勧めておきます。続いてはサーマルインクです。これは弓使いというか後衛武器に慣れないうちは必須級のギアかなと思ってますね。というのも、初めのうちは敵を倒しきれず逃げられるということが多くあります。この逃げ先が壁裏の場合、見えない場所への攻撃となるため、倒せないことが多いんですよね。そんな時にこのサーマルインクがあるとどこに逃げたのかっていうことが確認できますし、壁裏で見ることも可能となります。これだけでも敵が狙いやすくなりますし、キルを取れる確率っていうのが上がります。初心者の時期はとても重宝したギアだなと思いますね。で、上手い人になれば中級上級でも使ってる方はいるので、かなりいいギアです。で、このギアを使っている時に仮にキルが取れないということがあるんですが、相手からするとずっと狙われている状況なので反撃が難しく鬱陶しいという状況になります。これだけで味方が前に出やすくなりますので、結構便利っていうのがありますね。ですが注意というのもあります。サーマルインクの条件に関しては、爆風ではなくメインを直接当てないと効果が発動しないっていうのがあります。さらにイカ状態の敵も見えないっていうのもありますので、その点に関しては注意をしましょう。続いては対物攻撃力アップになります。こちらは環境的につけるか迷うギアになるかと思いますが、初心者はつけていいギアかなと思いますね。というのも環境的にはポップソナーやカニタンクといった武器はまだまだ残っており、使われると厄介だからです。特にホップソナーの場合、味方がデスするリスクが上がるため即破壊が有効となるんですよね。慣れてくれば逃げたり壊すといった対策が可能になりますが、慣れないうちは対処した方がリスクが少ないことがあります。またガチホコやグレートバリアといった耐久値が高いものに対しても少ないインク量で対策が可能となるため楽になります。慣れてない時ほどこういった邪魔なものに時間をかけず早めに排除をして対面に集中できる方がいいのかなと思いますね。メインについてはこの3つがおすすめかなと思ってます。それではサブギアについても話していきたいと思います。まずはメイン効率アップです。正直サブギア6個分つけた方がいいのかなっていうのはありますが、今回は4個で紹介したいなと思います。というのもトラストに関してはメインで攻撃しながらルール関与と足場の管理をするというので、メインの消費がとても激しいんですよね。うまくキルが取れればその分インクの消費を抑えれるっていうのもありますが、慣れないうちはそれが難しいかなと思ってます。その点を考慮し長時間防衛をすることを考えると、インク効率アップはなるべく多く積んでおきたいギアとなるわけです。うまくスペシャルを使ってインク回復ができるならいいんですが、スピを溜めるよりも足場を塗るため結局インクが必要になるっていうわけですね。何をするにもインクを多く使えますので、瓶1個分以上はつけておくのをおすすめします。続いては一足移動アップです。こちらはサブギア2個となります。2個の理由ですが、チャージ移動速度がアップする際に恩恵が一番得られる数になるためです。実は移動速度に関してはメイン1個以上積んでもチャージの移動への影響ってそこまでないようになってます。そのため、だいたいいいのが2個となってますね。じゃあなんで恩恵が少ないにつける必要があるのかと思われるかもですが、これは射程の調整を向上させるためとなります。指で攻撃をして狙う時というのは基本チャージ移動になります。この移動速度が速くなることにより敵との距離を調整しやすくなるというわけですね。壁裏から出る際などに特に便利になります。少しでも早く移動ができた方が早く攻撃ができますからね。また攻撃後も壁に戻る必要があるため、人移動状態で素早く戻れるのは回避としても有効です。トラストもチャージャー同様、壁に隠れての攻撃が重要となりますので、一足移動をちょっと積んでおくのはいいことかなと思いますね。最後は安全靴です。これは人状態が多い弓で敵インクの影響を受ける時間を少しでも減らすためとなります。先ほど話したようにトラストを使っているとスピナーのようにチャージ移動はとても多くなってきます。そのため相手のインクを踏んでしまうと、その影響で動きが鈍り相手の攻撃を受けやすくなるということが起きるわけですね。その影響を少しでも抑えるために安全靴をつけるというわけです。ではなぜサブギア2つなのかというところなんですが、移動速の減衰率が 60% 近くになるためです。で、サブギア1個よりも恩恵がこちらの方が大きいので、敵インクに引っかかりやすい場合はつけておくというのはありかなと思います。人によってはいらないっていうのもありですね。ここにメインインクを差し込むのもありだと思います。で、最後の1枠なんですが、これに関しては個人的には捨てゲンでいいのかなと思いますね。デスすることが多くなると思いますので、デスした時のリスクを抑えるという感じでスペゲンをつけるというところです。で、このギアはサブギア1個で恩恵が大きいので、こういった隙間には十分足りますね。で、あと個人的には安全靴やスペゲンがいらないという場合は手数を増やせるインク回復アップっていうのもおすすめです。メインだけでなくサブも使えるようになりますね。これで単純にインク枯渇時間を短くできるので、入れ替えとしてもおすすめしたいところとなります。ギアの構成としては、メインをより多く敵に当てたり、後ろから味方を支えるためのバランスで組んでいくのが最初はいいのかなと思いますね。そもそも最初のうちはギリギリまで前に出るっていうことが難しいかなと思いますので、こちらは活用してもいいのかなと思います。さて、ギアのセットについて紹介してきましたが、もちろん気をつけた方がいいギアっていうのもあります。それはラストスパートについてです。こちらのギアに関しては上位勢も多用しているため、つける方は多いのかなと思います。で、僕もこのギアを弓に慣れた頃から愛用し続けているギアになりますね。では、今では愛用しているラスパがなぜ注意する必要のあるギアなのかっていうのを話していきたいと思います。それはラスパはあくまで保険っていうのが理由です。まず、ラストスパートについてですが、発動条件が2つあります。残り時間が30秒を過ぎると徐々に発動する。相手の残りカウントが50から30を下回ることで、同効果が徐々に現れる。という2つの発動条件があります。これは圧倒的に劣勢時や最終局面での場面で発動するというものになりますね。この最終局面というのがとても肝で、ルールや状況によっては全く効果を感じれないということが起きます。ガチホコやアサリなどですが、一気にカウントが進むルームにおいては、そもそも発動しても守れないということが起きるんですよね。要は、粘り強い動きができれば発動は狙えるけど、慣れてないうちはそれができないので恩恵を受けにくいというわけですね。なので、いきなりつけても効果を実感できない可能性があるので、慣れた頃に逆転負けが多いなと感じた場合は試してみることをお勧めします。はい、ということで今回はここまでとなります。初めてトライストリンガーを使うときにお勧めしたいギアの紹介はいかがでしたでしょうか？トライストリンガーのギア選びにおいて、ゾンビカムバックなど癖の強いギアもあります。立ち回りやメインの連動がかなり差が出るんですよね。ですが初心者のギアとしてはメインの長所を伸ばすのが正直一番です。なので今回のギア構成を参考にアレンジや真似てもらえるといいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。